2本足で歩いたり、コーンを持ってくるくる回転したり。三重県鳥羽水族館で暮らすラッコのめいちゃん。先日、新しい技が公開されました。おもちゃの連続キャッチ。今月2日、ツイッターに投稿されると再生回数164万回、いいねは8万件以上と話題に。キャッチしたおもちゃはお腹にしまっているように見えますが、ラッコにポケットはありません。ではどこにしまっているのかというと、皮膚のたるみと体のくぼみですね、その部分におもちゃとかそういったものを入れる習性があります。おもちゃだけでなく、貝殻や餌を入れることもあるといいます。キャッチした後は全て飼育員に返すめいちゃんでした。